生ファラオのデカチャンネル、デカチャンネル、デカチャンネル、もう始まったんだ。ゲストゼロからお願いします。わきでーす。アーチェリーボーイ、アーチェリーボーイ風。説明いるって。ありがとう。なんで説明いるんですか。してくれた。いや、インフォメーション、ありがとうございます。ありがとうな。ありがとうございます。わきです。おお、わきか。そして、そして、俺がパーヘイアーチェリーボーイ。いらん、全部いらん。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうね。嬉しいわ。はい。嬉しいです。いや、はい、嬉しいです。僕らも大阪出身ですしね、僕ら。そうやんな。でも京都ですからね、お二人。まあまあそうやけどな。まあ大阪にいたらね。冷めんね、お前。タイガも大阪。僕大阪の、はい、箕面市っていうのすごいいいところで。そうやな。清師匠のお家の、もうほんまそこから5分ぐらいのところの中学校小学校で。僕は大阪の豊中市っていういいとこやな、はい、の緑ヶ丘っていうあの上の方のめっちゃいいとこで、あ緑ヶ丘な、はい、近くに緑地公園な、あそう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 、あの小袋の黒田さんが住んでます。掛布さんとかね。掛布さんとか。掛布？はい、掛布さんが一回あの車いっぱい持ってはるんですけど、うん、あのマッキンキンの車で移動してるし、さすがに金持ち、さすがに金持ちですし、ったことあるんで、ね、ちょっ と, そうやけど、 ちょっとだけ態度悪かったです。そう、ちょっとあの近所で有名な。あ、そうですか。ありがとうな。いやいや、ありがとうございます。だから、劇場で喋るやん。はい、そうですね。ラブライブとかでは。うん、でも、がっつり喋ったことないから。確かに。素人っていう感じやな。そう、あ、僕らを。あ、俺なんです。これ、いつ上がりますか。もう3日後とかです。あ、はいよ。早めにやらせてもらってます。あ、すごいですね。はい、スピード感。スピード感ありで。はい、ありがとうございます。じゃあ、それとあり、うん、ありやからスピード感っていう。ちょっと宮北さんみたいやな。もうええと言われますね。嫌な気分なるんすか、なんかそんな。もうなんか宮北さんみたい。いや、よう言われますよ。宮北さんも来られたんじゃないですか、東京に。宮北さん来てる。来あったで。あ、そうなんすか。そうそうそう。でもどんどん今、脇が増えてるというか。いやいや、どんどん。宮北さんやし、僕オフの時に、丸のサングラス、うん、あ、サングラスじゃん、メガネつけるんで、うん、タレンチさん。柴田？どっち、小畑？タレンチさんちゃうな。どう、誰やろ。ちょっとなしで今。なんやねん。誰やろ。誰にで、たちまち、たちまちさんや。あー、そう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 、たちまち、コーチな、タレンチさんちゃう、たちまちさん、コーチは確かにちょっと似てるわ。そう、なんか丸メガネで、確かに串野によう言われます。で、神保町にはもうバイダンさんなり、ポールさんなり、この似てる人ばっかなんで、確かにうまい、よういますね。まあ、まあ、一番最初は森友やって言われてましたけど、系列で宮北さんも言われてたよね。宮北さん、森友や、宮北さんの方が似てんすよ、森友。似てるな、目つきだな、目つき似てんな。宮北、力こぶさんですよね、元。そうそう、はいはい。いや、宮北さんの話やん、まあ、いいですよ、宮北さんもいいですよ、やめてください、宮北さん、やめてください、やめてください、やめてください。え、何期？36期です。嘘です。じゃあ宮北さんや、宮北さんや。もう36期や、36期や。東京24期扱いですね。うん、僕ら NSC ちょっと行ってないんで、はい、そうやんな、はい、ちょっとエリートで、はい、エリートはバイリね、はい、エリートか、エリートバイリ、はい、ちょっともう一個んで、で、もう全然 NSC でも通らんでいいで、そうやな、もう、見たわかる、それ見たわかる、見たわかる、取らしてくれ、取らしてくれって、はい、アーチェリー出したやろ、絶対その時に出案しました、出たやろ、絶対出したら受かってないですよ、多分。歌ってくれよ、いいですか、いきますよ、いきますよ、いきますよ、パーン、ヘイ、アーチェリーボーイ、アメリカンスナイパー、いらんよ、派生、これの二度と使わへんからブルブルしてんじゃん、いらん、遠くにおるやつ、コメント来ました、遠くにおるやつ、もう危機が、命が撃たれる、撃たれる、先ほどね、できたんですね、この役はね、僕ら、いい、僕らの役は、なくしてこの場です、ヘイが合わしやすい、じゃあ合わしやすいだけではあかんすよ、おもろないと最初なかったっすから、なかった、合わさなかった、どこ行ったらいいかなと思ってたけど、ヘイが入って、いやいやいや、心地よさだけでやらんときやった、面白くない、そういうもんですか、ね、24期ね、はい、でももともと大阪で4年間、そうやんの、あの大学生、普通に大学生の時にアマチュアでこうバトル座とか出てました、やんな、やから36期さんと、あ、そうちょっと出たりしててんの、あのその時になんか一般36期扱いやったんですよ、うん、だからなんか芸歴詐称やってめっちゃ言われたんですけど、ロンダリング、そう、でもまあ養成所も行ってますし、あのサンミュージックもともとおったんで、あ、そうだ、サンミュージックいた、そうです、へー、竹山さんの、竹山さん率いる子役で、うん、中2の時からサンミュージックおったんですよ、え、あ、それ知らなかったっすか、あ、結構全部知らないっすね、知らないっす、え、僕が俳優、え、何出た子役、もう名作も名作いっぱい、はい、え、何、まあ、まあ、じゃあ一番有名なものっていう、あ、まあ名作っすね、はい、なんか言えよ、
有名ではあるやん、出たやつ。あ、そうなの。まあなんか、まあ、日本の一番長い日っていう、うん、あのもうアカデミー賞取りました、日本の。これ有名、マジ、めっちゃマジなんです。日本のなんか戦争の映画ですね、言ったら。どういう役所さん、役所広司さん、役所広司さん、役所広司さんでした。もう周りも松坂桃李さんとか、別所哲也か思いました。別所哲也さん大事ですね、はい、もう堤真一さんとかもブワーって、もうてかもうこの期間、うん、他の映画ドラマどうしたんぐらい全員有名人、全員知らない、全員集まったんや、集まって、何の役なの。まあ兵士 Z なんか強そうお前の兵士強そう。いや Z になれば強いとかじゃないですよ。え、 Z になればなるほど、機関銃とか背負ってるやん。いやそれこそアチリ使うよ、アチリは入って一応右手機関銃。いや違う、戦争の話やし、そんな急にファンタジーならへん。松山健一さん率いる、ちっちゃい舞台、松健さん、はい、松山健一さんの小舞台の隊員みたいな、で、兵士 Z やったんですけど、一応坊主で、戦争やからね、坊主にして、本番行ったら帽子かぶらされて坊主意味なくてみんな髪あんのか、はい、いたずらですよ、多分監督からで、兵士 Z ぐらいやったら坊主にしてもええやん、はい、松山健一さんも友情してみたいな感じなんで、その一シーン、二シーンぐらいしか出ないんですよ。監督と仲いいみたいなこと。そうですね、でもそんぐらいもでかい作品やったから、うん、出ませんみたいな感じで来てるんですよ。で、松山健一さんも、うん、もう来て、うん、あ、こういう感じねってなって、うん、その一回メイクして帰ってたら坊主。え、その一瞬のシーンのためにでも役作りでやってくれたはんの。でも隊員も全員坊主やから、うん、ってで撮影終わって帽子脱いだらファッサーって声かけてきて、ここだけ剃ってました。え、あ、どういうこと。ツーブロックにしてた。ツーブロックしてました、まあ、これ今この話、まあ、僕何回も一応聞いてはいるじゃないですか、この話、うんうんうん、こいつ、その、これの話何回もしすぎて、今あの、あ、坊主って言った時にもう2ブロックのジェスチャーしてましたこれ見返してもらったら分かるんですけど、答え言ってた、ね、ほんまは坊主にしてて、で、パッて帽子取ったら髪の毛あったんで2ブロックやったんですよ。やったら分かるじゃないですか。帰ってきたら坊主、もう2ブロックにしてた、手話謎解いて、謎解いて、分からない見返したら、ま、もう2ブロックやったら、オチ言うてた、こう手で、しかもこれこれでもほんまもっと話さなあかんことがあって、省いて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 、ほんま松山健一さんにめっちゃ俺が腹立ったみたいなのがあって、脱いだら髪あったんですよって落ちちゃう。そこもないから意味わからない、はい、ただ松山健一さんがツーブロックした話をしただけです。僕は今バラしながら、よく考えたらちょっとずつバラしながら全部間違えました。え、だからそれ子役やってて、はい、でそのまま芸人やった。え、そうです、そうです、高校の同級生なんで。あ、そうです、僕ら同級生で、僕は本当にもう子役で、あ、そうです。で僕あの NHK のレギュラーあったんで、うん、東京で、うん、え、あの R の法則っていう番組があったんですよ、うん、R の法則知らないですか。ちょっと知らない、多分ね、でも知ってますよ、知ってますよ。あのニュース大ニュースになりました。何、 TOKIO の山口さんのニュースは知ってます。知ってる、あれの番組です。だから発端となった、発端となったというか、まあ言い出した、言い出した、で、あの番組って別にその悪い番組じゃないですよ、めっちゃ人気番組やったんですよ。言ったら天才テレビくんの年齢層高いぐらい人気だから、中高生にめっちゃ、もうほんまに人気だった、その番組。まあジャニーズ、いわゆるもう今で言ったらストーンズが出てて、乃木坂の斉藤飛鳥ちゃん、そうそう、斉藤飛鳥さんとな、お前まだ間で斉藤飛鳥さんがもうバラエティ初めてみたいな、こいつの方が先ですよ、僕の方が先出てるんですよ、その番組に。僕3期生みたいな感じで入ったんですよ、向こう4期生5期から入ったんですよ。いや、その子も初めてだから、そのトークとかはできへんみたいな、だから俺がちょっとトークとか教えて、もっと喋りやみたいなこと言って、高校生で次の年見たら、もう紅白でセンターで歌ってましたやばっ、マジで。で、その次の年に僕らサンミュージックで、あのカモメンタルさんの、あの舞台の手伝いやってたんですけど、あの斉藤飛鳥さんバーって来て、こいつのこと見て無視してとか言ってました。え、無視って言うか、もう気づいてなかった、気づいてないです、完全に。だってそんなことありえないですからね、だって俺はこいつは教えたって高校の時に聞いてたわけですよ。だからそれも仲ええ思うや思うで、あ、最後ぐらいの、お兄ちゃんありがとうぐらいの感じかな思ったら、もう忘れられとるから、今でも嘘やと思ってます。パンフレで渡しました。斉藤飛鳥さんは悪ないですよ。斉藤飛鳥さんが普通に覚えられないぐらいこいつは、うん、嬉しかった、しょうもないやつ。パンフレット、受付でこうやってパンフレット渡しました、斉藤飛鳥さんに。え、で、それで子役終わって芸人になったってこと。だから僕が俳優やったってこと。何やなんだ、まだ俳優、タレントというタレント、まあ、芸能人ですね、言ったら。いやいやいや、タレントでいいや。
まあ、芸能人。まあまあまあでも高校の時にそうやって、僕が、ハイスクール漫才、お、はいはい、高校生の大会とかも出るぐらい、まあ、ずっとお笑いをやろうとしてて、で知ってて、まあ、同じクラス3年生の時になって、こいつが急にそのもうお笑いやりたいみたいな、お笑い好きやったみたいで、俺はめっちゃ好き、ずっと好きで、まあ多分僕はの予想ですけど、タレントとしてもう売れないと思ったんで、うん、見切った、はい、見切ったんで、うん、だってやっぱ、まあ、次これやと思って、はい、それで、やりたいと、うん、で、まあもうこいつすぐ辞めるやろなという気持ちの中、うん、組んで今もみたいな感じ。そうそう、合ってる、合ってる、合ってます1.0 合ってた、うん、だからほんまは大阪で年始入る予定やったんで、ほんまやったら37期か、37期、ほら大きい、大きい、はい、タイミング的に18歳で入ろうとしたことか、じゃあ19歳から、そうですよね、うん、だから俺ら1年大学行って、そう、あ、そうだから36期やろ、いやでも36期、あの入ってない時に36期やったんで、あ、じゃあ7やな、7になる、一緒や、そうそういうことです。うわ、言ってた、どうなったら同期やったかも、うわ、おもろそうやな、うん、まあでも仲良くはなってそうやな、いや、まあ仲良くはなってるかもしれないですね、へー、はい、まだハイスクール漫才の時点でもうやっぱピカイチ重かったんで、輝きまくり、はい、大阪代表、いや、負けました。誰に負けたの？狛犬です。えその時って現世とか出てる？ああ、そうです、そうです、あの現世とかはずっと一緒にやってました、だから同い年ですし、あ、そうなんや、マキさんも、ガマの、マキさんは1個上です、ね、ガマの助とか、あ、小原旅行とか、そうです、へぇ、あの竹内図のガマの助が現世と組んでたんで、あ、そうです、そうです、そうやな、で、まあ、水星チークダンスは、僕ら年1個下やったんで、今先輩ですけど、めっちゃ仲良かった後輩です、あ、あれは相乗効果は、相乗効果の後輩です、仲良かった後輩です、そうなんや、はい、時と小羽ね、はい、関西さん、関西、関西さん、今は関西さん、そうなんや、はい、そうです、そうです、へ、だから結構近いっす、ペンダント、そうやね、あ、ペンダントともきですか、え、だから、あー、ともきね、シャケベリーとかもしてる、シャケベリーもしてる、へ、ね、おばい、おばい、おばい、めっちゃそうか、あ、もうそんな感じ、え、入ってましたっけ、入ってないね、チロルがと遊んでたら、おば連れてくる、チロルが、え、まだ遊んでんの、遊んでんの、そうなんや、だからチロルと同期っす、チロルと同期やね、そうね、マミちゃんは、そ、知らん、素朴かまみ、そ、知らん、あそこは知らんか、今は東京で、あのお父さんの武藤さんが元組んでたコンビです、へぇー、もう一緒にやってた、で、ケンスは同期やからな、そう、あ、そうですね、うん、え、なんで1年間行ってたんすか、大学、どういうことですか、やめたんすか、大学、いや、大学行こうって言って行って、あ、やめた、そう、4年で、ど真ん中行くなんやったかも、やめて、うん、ど真ん中行くなんやったかも、どこっすか、どこっすか、大阪の、大阪学院大学、あー、あー、学院、そうで、行って、二人で、どうせやめる、やめよう、ね、やめようか、やめよう、やめよう、やめよう、まあ、大阪学院、マジで大阪学院大学ですね、二人とも見た目、うん、見た目が、いや、いや、学院か、誰が学院やん、いやいやいや、学院はでもスポーツめっちゃ、そう、スポーツ、そうそうそう、そう、スポーツで行ってないね、え、そのまま行って、俺、そう、いや、なんとも言わないけど、うん、高校の時に僕アメフトやってたんですけど、うん、その学院と試合めっちゃしたんですよ、おお、強い、いや、死ぬほど反則え、あの、マジで悪っ、マジ悪いやつ、日大タックルとか、あ、もうそんなレベルじゃないぐらい悪い、ずっと悪口、ポケットトンカチ、いやいや、そんなはないけど、うん、ほんまに、まあ、よ、だからずっとその日大で問題にならんだけのことをずっとしてる、取り上げられてないだけみたいな、震えた、その代だけが、やられてた、何やられた、いや、僕、いや、だから、まあ、普通に笛鳴ってんのにずっとやるとか、例えば、あ、プレー終わってんのに、プレー終わってんとか、悪口は、誰かパーンってこかした時に、普通やったら、まあ、ごめん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 って起こすとかで、くしゃーれーくしゃー、学院やな、学院すぎ、言われた、はい、どどど、言い返した、いやいや、言い返さないです、もう、いや、もう、あい、いや、もう、いや、何や、こいつぐらいです、もう、じゃ強いんで、僕ら、あの、全国、全国ベストボールで、もう、こいつらの相手してなかったです、だから、みんな、もう普通にプレーで、へぇ、それと僕らの代だけかもしれない、アメフト、アメフトっす、ラグビーじゃなくて、ラグビーじゃないです、アメフトなんや、まあでもやっぱり屈強なやつは多かったっす、やっぱスポーツが強いから、あーあー、そうなんや、あ、すごい、え、高校はちゃいますもんね、だって高校は一緒やん、一緒やん、俺ら、あ、でもじゃあ一緒だ、同級生、え、高校も学院なんすか、じゃあ、いやいや、高校は京都、高校は違うとこ、あ、京都で大学一緒のとこ行ったんすか、そう、で、3年が一緒のクラスで、席替えなかったスポーツクラスで、うん、クラス替えもなくて、席前後やん、3年間、うん、ずっと一緒やん、すげえな、喧嘩とかします、
いや、ないな、うん、4回こいつが俺に重くそ切れただけ4回あ、俺は一方的に、うん、こいつは俺がやりすぎていじりすぎだね、それ喧嘩じゃないいじりすぎとかもないけど、それ喧嘩じゃないですか、それ。喧嘩ではあっちが切れてきて、めっちゃ優しいからほぼ切れへんけど、うん、その時はもう酒飲めへん、二十歳ぐらいの時、うん、酒飲めへんのに全く飲めへんね、はい、ファジネーブルちょんでもうベロベロになったりしたりするの、うん、あ、もう体が無理なんですね、しんどなんねん、めっちゃ、うん、そう、で、その時にあのウイスキー、ロックずっと飲ましてんで、トイレでゲ吐きに行ったら、出てこいよーってずっと、こんなんで潰れんなよーってずっと言って、最悪やで、じゃあゲロめちゃつきながらバーって出てきて、殺しちゃるわ、ここ行ってきて、俺も抱えまくって、こっちが殺しちゃるわ、おかしいですね。出てこいよって言って、ハンドソープ上からかけてた。で、泡まみれになって、こいつが飲ましたのに、なんで俺こんなんなってんねんって言って、俺飲まへんって。普段やったら、別に笑ってたんですか、ハンドソープ。じゃあ普段やったら別に。なんで言えんの、その飲みとしていけるやん。その飲まし昔ですよ、皆さん。いや、あずまさんのせいでこんな化け物が生まれてるみたいなもんですよ。いや、ちゃう。ほんで、いまだにまだなんかこんな人おるって思わん。何がやん。なんかやることとか。もうほんま俺が部活の後輩って最悪やもん。何がやん。じゃあそれで。絶対なんかやってくもん。じゃあそれで、こいつとビルの7階ぐらいの居酒屋飲んでて、で、殺しちゃるわって来るから、俺も殺しちゃるわっつって、下で待っとけよ、お前。おいっとるわみたいなんで、こいつさっき降りてって、で、あのもう一人同期のやつ飲んでたから、おかわり終わらして、もうエレベーター降りて、下探しておらんねん、こいつ逃げやがったってなって、で、その時街でなんかラジカセを置いて、なんか音楽鳴らして、乗せ乗せっつって、あのなんか催し物やってお金もらうみたいなやってる人いて、で、女の人の、はい、で全身タイツで緑の、で、こう毎日やってんねん、はいはい、で、あずまおらんくて、その人の周りに人だかりめっちゃできてんねん、で、あずまおらんやんけってなって、その同居のやつともあれ見に行こうつって、見に行ったらサラリーマンとかが、おいおいとかやってんねん、はい、で、その乗せの横でこいつパンイチで一緒にこうやってで、俺も爆笑してそれでベロベロすぎて、ベロベロすぎて、あの、こいつが降りた時はのっせだけやって、うん、けどこの隣でやってたらサラリーマンとかプー集まってきて、うん、15人ぐらい、いやお兄ちゃんとか言われて、いやいやいや、のっせのっせ、何がいけな、喧嘩でもないで、爆笑してなかったです。ああ、なるほど。それはそれなかったら、そのそれをするために、みたいな、この喧嘩したくないから笑い取りに行ったみたいなことですか。いや、でもまあまあ、その降りてると俺すぐ冷めんねん、その怒りが。エレベーター降りてる途中に、なんかもう別に喧嘩もう別にいらんかってなって、で、降りた時にその人がやってたから、あ、おもろと思って一緒にやって、すごいわ、俺に殺されるべきって、なんでこんなことなんがおんの、まだこんな人がまだおる、大人なんて龍蔵くんやん、龍蔵くん誰やねん、龍蔵くんマジで龍蔵くんやねん、龍蔵くんやねん、やばいねんけど、でもたまにほんまにその地元におったお前らみたいな2人みたいな、めっちゃ言われる、いやいや、います、めっちゃ言われんな、マジでおる、で、学院って聞いて全部納得しましたし、何がやん、京都はサッカーっすよね、そうやは何高校っすか、組山、おお、それだから俺はめっちゃ強いところに行ってる。そう、全国も出てるし。試合も出てたんすか。出てて。で、俺はそこの野球部。そういうことなんですね。そうね、スポーツ、野球とかテニスとかいろいろ集まってるクラス。はいはい。クラブ選抜みたいなやつですね。で、こいつはピッチャーで、あの3年の時にベンチ外で7番手ピッチャー。なんで番手のピッチャー？後輩とかに追い抜かれる。強いチームですね。いたずらせな。でも強いチームですね。ラストやったら野手とかも挟む。あ、そんなライトとかラスぐらいやったらショートのやつとかもたまにやりますね、サードのやつ最後もう思わずないけどなんですか、投げれないんですか、球を下手くそい、球を投げれない球とかもちょっといいらしいねんけど、もう本番だって緊張してもう変なとこになりましたそりゃ7ですね、変化球曲がらない、一回ほんまにその1、3塁で2アウトやって、1・3塁2アウト、うん、結構どこ投げてももう、はいはい、あーみたいな、で、バーンってピッチャーゴロ来て、めっちゃ綺麗に取れて、うわ、取れたってなって、それキャッチャーの方見て、おい、ここ投げんの変かと思って、そうですね、だってで、ファースト見て、ファーストでいい、あ、なんかセカンドもういけるかってなって、セカンド見て、で、サード見て、サードに投げて、ダメなって全然、飲んだら、1点だけ入って
ファンばっかりにしてそれからティッシュを使わない相手校にめっちゃ笑われてだって一連だけでも一周して一周してマジ野球も知らんやつが初めてパワープロやったんだよ3塁投げるのが一番いいんだからな。そうそう3塁だけが間違ってない間違えてそこ以外全部アウト一塁投げてもアウト、二塁投げてもそのままアウト、まあホーム投げたら、ね、意味わからんけど、まあ、ホーム投げても意味わからんけど、まあね、タッチでいやその間そのスローモーションですけどほんまは早いですもんね現実的にはそうこうそうです自分そうけど自分の中ではこうこう見てこうでも尺的にはマジで多分リアルでもう取ってこうや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 ってるわでタイミングとかも間とかも最後いって入ったんですかいって入ったほんでなんか顧問じゃないめっちゃおじいちゃんみたいなのいるちょっとついてるみたいな、ね、めっちゃ静かなやつが立つ何やお前って言ってそれで全員めっちゃ焦ったらしいこの人立つんや叫んだりすんなよってそんな静かな人を動かしたっつってでもまあ自分のチームもみんな笑ってたさすがにしこそ受けたらしいマジで女子が野球するときそのねその女の子がで相手チームはもう笑ってほんで監督が笑うなみたいな言ってちょっと来ますみたいな最悪にそんな一点入らないもんねなんでスポーツついておるほんでそんな人ルール知らんスポーツの前がちょっとあもうほんまだからもうマジ地元のヤンキーですねヤンキーじゃないヤンキーじゃないですよヤンキーじゃないですよねそれもわかりますヤンキーじゃないけど、うん、俺が高校の時に一番おもんないと思ってた先輩めっちゃ言ってくれたギャグやらすこいつマジおもんないわっていうただ怖いからちょっと従うけどみたいなびっくりっすよ今芸人やってんの絶対いたらいじってんないやそうです絶対いじられてる、うん、しかも雑なねでだからいじってやってる最中にどっかとか行くんすよあいつムカつくわみたいな服ちょっと一回脱げたら一回脱げたら服脱ぎ終わったらもうねなんかこうやってお前脱いだらもう一回来てなこっちで思われることあるから思われることあるから服脱いで乾けたらまたこうやって来てうわなんか全部ハマるなその人にでも後輩やったら可愛い年下年下いや俺はこういう人に年下っていうか後輩でずっと偉そうにされてたというか舐められてたから、うん、でも絶対俺喋りに行ってる、うん、行ってるよ行ってる先輩やったらおじさんおはようそうそうそういいソリっすねもうええでないしやめろ反り立てっすか反り立て絶対反り立てちゃうお前やめろ絶対腹筋この感じ腹筋割れてるでしょ割れてないやん分かるやろ触ったらほら舞台何が舞台やねんお前もうええが行け僕じゃないです行け行け行けお前ら見るな、そんな今やったら白高校の時とかでやばいと思う大嫌いかもとかの感じはいや、ほんまこんなこんなんですで、未だにまだずっと好きというね、うん、そういう後輩は、うん、僕は全然受け入れへんけどまあ、そんなマジでほんま芸人になってよかったっすよ絶対体育祭の時ここまでまくってたでしょまくってる T シャツもまくるやろ、全員で、短パンもなんかこんなんでめっちゃ上げて、すぐ上げて、裸足になって、で、走るときに裸足でも体育祭とかもうボケまくりっすかまだ俺らのな、高校がそんなんやったもんな、結構あ体育会系、うん、でもサッカー部がもうむっちゃ多いね、強いからあそうあサッカー部がもうそういうの全部やってたサッカー部がは何やっても許される、うん、ああ一緒です、一緒ですほんまに実力主義の部活やったそうそう、サッカー部って、はいうん、だから結構何やってもいいいやもうスタメンのやつは何やってもスタメン以外もいいねサッカー部やったら OK ってああまあ一緒ですね150人以上いたから1、2、3年ですげええどこですかポジションボランチうわめっちゃすごいやん僕らもサッカーやってたっすえアメフト僕は高3までやってましたあそうなの僕は中3まで幼稚園から中3までずっとサッカーあそうなの結構できんのどっちもキーパーですえメズキーパー2人集合して幼馴染でだってキーパーってやっぱあの面白いじゃないですか面白いやつが一回生かされるやんなんか太ってるやつとか一回生かされるやろ太ってるやつ、ね、まあまあ昔は今はもうな、ね、ないそんなんじゃないけどな、ね、僕小3ぐらいからキーパーさん高3までええーうん、キーパーっぽいなそう言われてもワッキーは絶対いやキバーッあいいなあ声高いとこやキバーッキーパーあ、違う。いや、僕は絶対いや、僕はキーパーって言ってなかったです。クールキーパー。
はい、行きます。あ、僕は横跳び専門、上いらない、設置してから。じゃあ横は声出さへんの？横声出さへん、そんな暇ない。パンドキックにしていいか。あ、全然それで分かるわ、多分。これほんま分かりますもんね。これほんま分かる。上がれ上がれとか言う。あ、そうですね、もうだから朝キーパーあるあるね、うん、パーンってスーパーセーブ、うん、はい。めっちゃ無理じゃん。お前めっちゃ無理や。それ、まあ、じゃあそれ練習、あの試合開始の前の紅白戦そんなそんなしたくないし。大河大河なんだ。これもうほんまに出てきますよ、ね、うん、はい、取りました。あ、映らんな。取りました。はい。はい。めっちゃキーパーや。俺見たことある。めっちゃキーパーや。俺のキーパー好きや。よくある。めっちゃキーパー。俺もキーパーですよ。マジやばい。やばすぎよ。キーパーやった。これあの置いて蹴るやつあったじゃないですか、うん、あれあのディフェンダーに蹴らしてました。小学生だ。これあんま飛ばないんだよ。今のほんまこの狭さやったけど、もっとねキーパーできましたけどね。ほんまこう蹴る、もうこんぐらいあげるじゃないですか。こう、あ、そうやね、横から横に、うん、やりたかったですよね。もうでもこの間久々やったんですよ、サッカー、うん、キーパーバジョーもんないですよ。そう、知らん。こうだ、まあ、そうやな。友達だってサッカーって絶対キーパーもんない。そうやな、こうへんもんな、あんまり。そうし、来てももうあんま取れへんし、うん、飛んだりとかも。なるほどな。あと高校一緒なんですよ、うん、弱小校ですよ、ここサッカー。サッカー弱小。ずっとサッカー部の高校。それだからもう高校で中3、中2からそのタレント始めてて、うん、そのタイミングでもサッカーはもうやってるだけです。確かに高校生でなんか部活なんかそのタレントとして練習とか参加できへん日とかもあるから、なんか助っ人キーパーみたいな感じで在籍してたんですよ、こいつ。あ、でもたまに来たら、お、来てくれたみたいな。まあなんかそ、まあ、そうですね、あのなんかね、キーパーがね、1個上の先輩に上手い人ってな、めちゃくちゃ上手い人、めっちゃ上手い人がおったんですけど、僕らの代のキーパーが、うん、なんか初心者、マジの初心者と、うん、あんま上手くない、あんま上手くない、ずっとなんか3年間ぐらいやったキーパーやったから、うん、こいつが来たらこいつがレギュラー取るんですよ。公式戦も僕が行ったら僕が、結構最悪じゃないですか。そうやな、かわいそうやな、いつもいい日のに愚痴られる。でも中学とかまでもめっちゃ強い人だったんですよ、クラブチームが。あ、そうなんだから。え、大阪、大阪で東淀川っていう、やったことない、東淀川 FC っていうところで強かったんですけど。え、ずっとやってました、サッカー。やってた。幼稚園とか小学校も。いや、小3から。あー、どこやったんですか。京都の、どこですか。なんていう、花園ってとこ。あ、まあでも、そこ中学は、中学志向ってとこ。あー、僕千里聖です。え、千里聖。どこだ。小学校だ。小学校千里聖です。小学校の京都で長岡京とかする。ああ、そうそうそう、ね、だってあれですよ、僕らの千里聖すごいっすよ。なんなん、あ、そうっすよ。大地、うん、林大地っていう、林大地、おお、日本代表で、はい、アンダーが20、アンダーで出てた、前の前東京電力とか出てた、フォワードな、今ポルトガルかなんかやってるのか、うん、フォワードのめっちゃ走る子。林大地は2個下です。で、僕の1個下が、うん、ウエスト、ジャニーズの、うん、ジャニーズウエスト、うん、今ウエストの小滝のぞむです。おお、俺もめっちゃ知り合いなんですよ。サッカー上手い。上手いです。で、僕、小学校の時に一緒にやってたのが、うん、あ、日本代表の森田です。あっちの守るの方、守るの方、守るの方、森田健作さん、めっちゃ焼けてる、めっちゃ焼けてる選手です。すごい。俺、小学校は柱谷監督出てる。柱谷兄弟、どっちも喧嘩すか。違うね、喧嘩めっちゃ強い。すぐ道具使う、すぐ道具使う、柱谷兄弟。柱谷兄弟、知らん。日本代表の監督がやってた。あ、わかんないです。あの、いつのすか、この黒い布でこうやってここ進んで。武装先生ちゃうねん。武装先生のメンバーちゃうねん。柱谷兄弟じゃないですか。受け方も宮北さんなんですか。そういう、そうなんですか。いいボケ。宮北さんそうなんですか。僕あんま喋ったことないですけど、早く喋りたいっすね。お前な、一回どっちも出てやん。あ、宮北さんと横丁。どっちものパントキック目指す。いや、宮北さんは何してるの。あの人何やってるの、サッカーか。いや、中華。いやいや、中華料理屋の息子だから。そうだ、今やってたって言ったら中華だ。めっちゃ美味しい。あ、中華めっちゃいいな。アメフト見してあげてんじゃん、アメフト。勝ちれる。アメフトって見せれないじゃん。無理。
アメフトのフォームなんかアメフトやなって思うやつ俺ら。え、だから俺らとかと組んだら弱い、わかんない。いやーでも、いやその組むというか、あとぎっくり腰じゃない、なんやねん。あ、そうや、嫌ですね。お前組むというか、そのこうガチッみたいな当たる瞬間やったりやったみたい。ああ、まあまあだから普通に痛くないんで、うん、こう待っといてもらって、うん、まあ普通にこう3点っていうのがあるんですよ、うん、3もう言ったら手位置にと頭っすね、うん、これ防具つけてるんで、うん、なんでもこう、うわ、全然つかない。怖っ。だから考えたら4点コースで、うん、足も全部つけて、強いよ。最悪結構最悪やろ。最悪これに棒があるって考えたらめっちゃあれですよ、強いな。いや、めっちゃ強いです。まず結構強くいってます。えって、そう、出てた。あ、いや、僕試合出てましたよ。えアメフトは何人出るんで、試合アメフトは、11対11なんですけど、うん、その試合でバスケ以上に選手変わります、ね、そうなの。何回変わってもいいし。えっ、ていうか、その、ま、ワンプレーごとに言ったら、いっぱい決めれるんですよ、うん、作戦を、うんうん、あ、じゃあ、ボールが外出ましたの時いける、点の時だけ。毎回アメフトってワンプレーごと地面にボールがついた時点で一回そこで止まるんですよ。だから、え、なるほどな。そうっす。で、また集まってまた何するかを決めて、うん、だから言うと簡単に言えば投げて取る人が、うん、取る人が10人いてもいいし1人でもいいしみたいな。昼間、昼間投げる人ですね、うん、昼間めっちゃ作戦立てんもんな。そうっす。確かに。え、あれコムサッキンデブジュニア、いや、そんなやついないし、そんなやついないし、小結びではないです。ファッキンデブジュニア。ファッキンデブジュニア、小結びやな。ファッキンデブジュニア、あ、そうか、そうか、言われてる。ファッキンデブとファッキンデブジュニア。あ、じゃあ、小結びって言ってたんですか、今。あ、そう、二人とも。いや、小結びではなかったです。小結びはさすがにやっぱ無理ですね。あ、そうなの。あの、ポジション。マジみんなでかいから。やつ、うん、はい、やっぱ、ふんばーって言う？あ、言わないです。あ、言わない。漫画です、あれ。言うわけないよ。ふんがなんか。そのふざけてんのかっつって。アイシールド出たら誰とか。強豪校でふざけてんのかっつってめっちゃ怒られるよ、俺。誰なの？誰と？僕石丸です。陸上部の。足速いやつ。あ、足だけ速いやつ。いや、なんか髪寄せるやつです。僕のポジションが悪いよ。ファンってやってさ、うん、ボール相手がボール奪ってさ、うん、ファンとキック。ああ。何それ。アメフトで奪って、でも結構あった。いや、あの、そんなシーンないですよ。アメフトでバッて奪って、アメフトでボール奪ったら、もう大チャンス。もう大逆転。こっちの、次こっちのプレー、うん、なのに、ボール蹴ったら反則でピピピです。あ、いやいや、アズマみたいな感じ。意味ない。ぐるぐる回る。一回やって。笑ってまうぐらいのミスちゃうよ。はい、ボールが、はい、バーってきた。奪って。奪って。じゃあ、アゲだ、選手。アゲろ、アゲろ、アゲろ。上がれとかないの。その時点でもうタックルされてるから。まずボールこう。こんなんありえへん。こうだし。ありえへん。こうやん。じゃあ、いいんすよ。なんで急に立ちでしゃべってことだ。30分話して、最後の番組って長い。長いですよね、これ。タイガーの最後、パントキックで終わろうかな。だってずっとパントキック好きなん、この2人。打ったら、跳ね返ってきて、取ったらアーチェリーで終わるから。ああ、キーパー。最後、あれですか、蹴ったボールを僕がアーチェリーで。あ、犬くん。犬くん。いけるそれ。いいっすよ。いやいや、何が、ありがとう。いいかって何。あれちゃんと言った。あれ。ちゃんと言った方がよくない。上がれ。じゃあやってる。うん。あ、来た。めっちゃ飛んだよ。パッ。Hey、アーチェリーボーイ。それいらん。どうもありがとうございました。高評価、チャンネル登録してくれてもいいんじゃねえか。